先日隠し子に初対面しました。不倫していた子が半年前に出産しました。最初は産まないように懸命に説得しましたが、意志が固いこと、一人で育てていけるといったことから私もついに観念しました。彼女はある程度稼げる仕事をしているので経済的には自立してくれると思うのですが、いろいろ不安がいっぱいです。認知はしておらず、今のところ嫁にもバレていません。今の悩みとしては、今後不倫相手とどのくらいの距離で接していけばよいかということです。ある程度距離を取るのが正しいのかもしれませんが、やぶ蛇で逆上されて突発的な行動を取られることも恐れています。今後穏便に人生を送るためにアドバイスをお願いします。ものすごい批判を浴びて困惑しています。誰も傷つけないようにするには、このまま黙っておくしかないじゃないですか。不倫は悪いことだとは思っています。穏便ということは、このことに誰にも責められず何もなかったかのように過ごしたいということでしょうか。今は責められていますが、なら黙っていればいいですし、もう浮気相手と会わない方向でよろしいでしょう。ですが、必ずしもバレないことはないです。というか、いつかはバレます。今後のためにも離婚を覚悟し、奥様に話した方がよろしいかと思われます。これ以上大きな問題に発展しないよう、お互いのために決断をすると思います。